たでしょ。アンジュってのは話してる。うん、カルビちゃんいらっしゃい。お前が嘘ついたんだよ、完全に。ありがとう。レペゼン地球の BGM。あ、そうなんだこれ。出せえな。だけハマってる、ハマってるんだよこれ。そう、出せえな。だけハマってるんだよ。俺の携帯取って。あれなんだろう。だからあれなんかなかった？落ちてない。BGM がかけるの？そう。みんな出したら俺消せ。気持ち悪い。何が出てくるの地球が。気持ち悪い。あんなね、炎上系なんかあれば。でも、いらない。消せ。あかんのかな。サメちゃんは加工して乗してるのかな、俺のせいにしてるのかな。加工をする技術ね、だからおばさん。俺、わかんないけどな、やり方。ありがとね。まあでも、アイコはな、ちょっと病気だから。サメちゃん色の曲ね。そう。洋楽でしたっけ？洋楽曲嫌い、消せ。また始まる。ああ、泣きたくなる。もうダメだって、思い出しちゃうじゃん、パルが。いいんだよ、思い出すよ。やめた方がいいよ。いいんだよ、負けよ。大丈夫、俺がいるから。あ、でもね、今日の向こうの放送内容、うん、テルマルが同じような状況飛んで寝てるんで。やった後でしょ。やりづらい。あ、そうやりづらい。やりづらい。疲れた。いいんだよ、お前正直今をなれよ。俺たちは男の仲間と違いるんだよ。男が裏切らないから、はい、絶対強く。な、嬉しいっす。お前は励ましてくれるのが嬉しいです。いいんだよ。やり疲れて寝てんのか。あ、俺リスナーとか興味ないの。枠回さない。アイコも頭の中リスナーのこといっぱい。俺ね、お前とは違うの。リスナーごときで頑張りたくないの。俺。うん、だから言えばもうサメちゃんマイナスじゃんな、交通費とか。そうだよ。で、しかもさっき中華料理でお金出して。だから俺別に金のために来てんじゃないんだよ。俺。ね。俺枠なんか回してないの。回す気もないの。胸に残り離れない未来でもの匂い、雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。大丈夫だよ。どうした？丸々もあるよ。いいんだよ。所詮そんな女だったんだよ。お前が愛する価値はなかったの。大丈夫だよ、お前は。な、明日行くか。大丈夫、やめろ。もう、お前はいいやつなんだから。ありがとう。本当、本当泣いてるじゃん。本当に涙出すなよ。な。レモンがちょっと効いて。大丈夫だ。ちょっと見に行く。もう泣いていいんだよ。目に染みました、レモンが。酸っぱいもんな。かわいい。ほんとに。でも、こんな時もあったっけ。あったね。あったね、いろんな思い出あるよ。みんなありますよね、みんな。大丈夫。ああ、もうみんな、みんな。ああ、もう大丈夫。傷の舐め合いしたい。大丈夫だ、お前は。な、お前は頑張った。はい。な、お前全力で頑張ったんだよ。結果なんだよ、これが。新しい、はい、声を探しますよ。そういうこと、そういうこと、大丈夫だよ。な、はい。ね。さよどうか忘れてください。そんなこと心から願うほどに、今でもあなたは私の光。大丈夫だ、どうした。自分が思うように恋をしてたなぁ。どうしたの。ありがとうございます、ちょっと本当に大丈夫。もういいんだよ、素直に。でも俺よりキツネさんゼロ番なんですよ。いや、だって別れたばっかり。あ、まあ確かにな、期間が違うから、はい、まあ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 、早くてよかったもんな、うん、5日と7ヶ月全然違う。レベルが、いや、ゼロ番重みが違う。本当にでも気持ちは同じだと思う。時間は違う。お前もいいんだ、泣いて。ちょっと行くか京都。俺放送で風俗行くか。明日風俗行かないね。近藤組長のおごりで風俗行こう。風俗行くんですか、鮫島さんって。行かないよ。行かない。うん。でも行こう。みんなで行きます。みんなで行こう。みんなで風俗行きますか。うん、もう、しょうがない。風俗で女抱こうよ。そしたら。そうっすね。うん。みんなで風俗行きますか。みんなで風俗行こう。
ね、ゼロワン風俗か、うん、もうさ、同じ上司ね、下な兄弟だろ、組長の金で、組長の金でパッと行きましょう、パッと持ってくれるよ、組長は怒ってくれるよ、うん、そんな嫌いなんだから俺が出すよって、完全に行きたいです、ちょっともう抜いてもらおう、組長だからって、うん、だからお前ら辛い思いよく乗り越えた、本当に俺は、うんあのね、最近パルの枠見てもみんな応援してる、うん、俺はお前に叩かれてるよ、あんなことやっちゃダメだよ、全員とは叩かれてる今、恨みがあってもやっちゃダメ、さっきチラッと見て叩かれてる、本当外側できつくなって胸が痛いんだよ、お前が悪いんじゃないんだよ、いや俺がいいですもん、付き合った女が悪かった、いや俺がもうゼロワンの方がきついよ、だって別れたばっかだから、関係ない、だってお前が一番つらい、痩せたと思うんだよ、いや本当、いやちょっと2キロ痩せました、マジで、いやもうそれはお前げっそりしてんの、全員気持ち悪い、パル24歳全員31歳だよ、本当やることじゃないよ31の男が、そんな24と22の恋愛にね、いつ何々言われたか分かんない、そうやっちゃダメだよ大人が30、もう恥ずかしい、俺はそう思うよ、いや本当こんないい人、俺はお前を心配してた、24だよガキの恋愛にね、なんでね、うん、口出すんだよ、何誰かを聞かせたいからかなんかわかんないよ、配信のネタなんだから、くだらねえんだよっていうことが、確かに、うん、だからエルマルは本気じゃなかったんだよお前に、所詮そういうこと、お前は本気でも相手はお前のことを本気で考えてなかった、だからよかったです、別れて、そういうこと、逆にそういうこと、プラス思考で7ヶ月とかで終わってよかった、もっと深い傷になった、そうっす、結婚なんかして子供なんかできて、そんなことやられたら辛いだろ、未来なかったと思います、うん、俺みたいな男は、いいんだよ早く、はい、傷が浅いうちに新しい恋して、そう見返りますよ、組長のお金で風俗行こう、みんなが同じ上司指名して義兄弟のちぎり交わそうぜもう同じ上司、当たり前そこは同じ女にを抱くっていう、抱くの、いや杯だよ、順番待ちするの、そうもちろん1時間待ちです、まあまあ30分ぐらい、まあまあそう4、5時間かからないじゃあ一緒に行こう、 3P でも 4P でもいいよ、はいできるよ、で、うん、ジョーが OK 出したらいいよ、やろう、組長は絶対怒ってくれる、そうですね10万買ってるんで、うん、うん、組長は自立高い人間だ、あいつは男気あるよ、はい、お前がそんな辛い思いしてる、お前は見せないんだよそういうの、いや俺は見せますよ、泣いてたんだろ外行って、お前は我慢してんだよ、電話って泣いてたんだろ、俺たちに見せまいと、分かってるぞ、分かんだよお前の辛い、俺何歳上なんだよお前の、分かるよお前のそれを我慢してることぐらい、はい、外で泣いてきたんだろ、ちょっと本当やめて、でも言うのが見てんだよその後ろ姿、お前の泣いてる姿、シクシク肩揺れてたっていうのが、すごい、いや泣いてないっすよ、だそれがお前の良さなんだよ、はい、いいんだ俺たちの名前が、お前は強い。いや、お前はタフだよ。俺は泣き虫。お前はライオンだ。ゼロワンが強かった。俺はライオンだって言ってみろ。俺はライオンだ。そういうことですよ。俺もそうだ。俺はライオン。なぜライオンっていうの。なぜライオンなんですか。いや、わかんないけど。サメちゃん。泣いてる。泣きした。泣きない。サメさん。バレバレがかわいそう。笑ってんじゃねえか。違う。思い出します。笑ってるじゃない、来たこれ来たこれイエ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 イ、来たこれ来たこれイエ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 イ、ありがとうございます、いいんだお前は、はい、お前ライオンだよ、だからもう、はい、まあ、男としてのライオンですね、そうお前は肉食なんだよ、あんな女にやられてメソメソしない、だから、うん、もうより一層いい女見つけて見返すって感じの人がいいですね、あもうね俺を逃したなんてお前はアンラッキーガールだっつって、うん、それぐらいに勢いですね、それぐらいだよ、いいんだよもう、はい、あんなもう過去の女なんか大丈夫だよ、でも一番辛いゼロワンなんだよ、俺は大丈夫だよ、いや本当に辛いんですよ、いやわかるよ、はい、気になるけどな、朝からやってないな今日、昨日なんで、なんか昼間やったね、いや昼間やった、昼間ぐらい、昨日起きた時朝日縄って心配してましたから、まあねちょっとね、あの、まあ、追い出したとかいう感じで、やっぱ男気あるんだよ、ない、ね、言ってみろ、俺は虎だって、俺は虎だ、来たこれ来たこれイエ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 イ、タイミングよかった、来たこれイエ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 イ、ありがとうございます、あ
パルに投げてあげてね。いや、うん、お前が一番辛い、分かってる。このハウス全員別れてるから。そう、俺もう1年経ってるから、いまだにめめしく見えない。組長も AF 呼ぼうとしてるんで、寝る前に配信が呼んでるんで。あ、そうなの。ブロック解除しました。来たこれ来たこれ、いえ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 、来たこれ来たこれ、いえ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 、あるのーね。組長もう帰ってくるって、今タクシーで帰ってくる。辛かったら泣いていいんだ。